表していた、モデルプレス編集部、全文プレディスエンターテインメントからのお知らせです。セブンティーンのメンバーエスカップスとジェオンガンのスケジュール復帰についてご案内いたします。エスカップスは昨年8月に膝の負傷のため、ジェオンガンは昨年12月に足首の負傷のために手術を受け、現在まで継続的にリハビリを行ってまいりました。定期的に治療を受け十分な休養を取った結果、 エスカップスとジェオンガンはいずれも負傷部位が少しずつ回復へと向かっています。そのため、体に無理がかからない程度に予定されているスケジュールをこなしてもいいと医師から診断を受けました。つきましては、エスカップスとジェオンガンは医師の下で定期的に健康状態を確認し、セブンティーンツアー、フォローアゲイント・インチェオンなど、3月から予定されているセブンティーンのスケジュールに参加いたします。ただし、 不傷部位に無理がかからないよう一部スケジュールはパフォーマンスなどを制限して行う予定です。ファンの皆様には何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。エスカップスとジェオンガンの健康回復を応援してくださったファンの皆様に心より感謝申し上げます。当社は今後もアーティストの健康を最優先に考慮し、アーティストが健康な姿でファンの皆様にお会いできるよう、 最善を尽くしてまいります。